どうも、皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ちょっといつもと違うね、感じで始めさせていただいたわけなんですけども、こちら、羽田空港の公式サイト有料ラウンジの羽田空港第3ターミナルにね、見ているわけなんですけども、こちらですね、下に行くとティアットラウンジのね、案内がありますよね。今日は2023年の8月の3日なわけなんですけども、ご覧ください。プライオリティパス。ということで今回ですね、羽田空港第3ターミナルにですね、ティアットラウンジプライオリティパス提携開始へということで、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、皆さんね、7月の十何日、十八、十九とかそこら辺にですね、一応ね、私、こちらの動画をね、出させていただいたんですよね。羽田空港第3ターミナルに、ティアットラウンジっていうね、今まではですね、MI カードゴールドとか、MI カードゴールドプラスとかね、あとはね、結構、年会費の高いカードでね、入れた、穴場スポットと言われたね、有料ラウンジある、ティアットラウンジがですね、あったんですよね。で、これが、プライオリティパスにね、提携開始になった、公式サイトに記載がされたんですよね。ということで、私はね、早速動画を作って動画を公開させていただいたわけなんですけども、後日ね、公式サイト側がご掲載だっていうのを、問い合わせた方がね、いらっしゃいまして、そういった対応で、間違いだったんだよっていうところでね、一回収まったわけなんですけども、なんとですね、本日2023年の8月3日に、ティアットラウンジね、プライオリティパスと正式に提携開始になりましたということで、今回はね、間違いなく、提携開始になりました。で、ちょっとね、公式サイトにね、電話番号等々もね、記載があるので、私もね、先ほど電話で確認させていただきましたけども、間違いなく、本日より、このティアットラウンジね、プライオリティパスでね、提携開始になりました。いやーね、非常に朗報ですね。今までですね、前回もね、同じ話をしてると思うんですけども、羽田空港のね、第3ターミナルっていうのは、プライオリティパスのね、ラウンジがないんですよね。ちょっと前までね、羽田空港の第3ターミナル、ANA ラウンジがね、提携しておりましたけども、これもね、コロナ禍のちょっともう終わるぐらいにですね、終わるって言ったらあれなのかもしれないですけども、ラウンジがね、再開したぐらいで、提携ね、解除になりまして、プライオリティパスのね、ラウンジがないんですよね。ですので、今ね、プライオリティパスのラウンジって非常にたくさんね、できて、国内ね、できてきているわけなんですけども、羽田空港の第3だけね、唯一なかったんですけども、今回ですね、無事ね、提携開始になりましたということで、今回はね、間違いなく今日からね、使えるようになりましたということで、いやー、いいですね。で、こちらね、電話でね、せっかく問い合わさせていただきましたので、こちらのね、公式サイトにね、ちょっと見ていただきたいなと思うんですけども、こちらのラウンジは24時間ね、やっているラウンジになっておりまして、電話番号とかもね、記載があると思うんですけども、こちらですよね、こちらご利用の航空会社ということで、これね、結構分かりづらい表記だと思いますよね。これしか利用できないのかみたいなね、そう思われる方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、こちらもね、確認してきました。 LCC でもですね、何でもプライオリティパスであればですね、こちらのラウンジは利用することができるっていう風になりますんで、今後はですね、 LCC に乗った時であってもですね、またね、どの航空会社で、上級会員のね、資格を持っていなくても、このプライオリティパスで持っていればですね、こちらのラウンジがね、利用することができるっていう風になりますんで、非常に朗報ですね。ですので、羽田空港第3ターミナルに関しては、航空会社のね、上級資格を持ってなくてもですね、プライオリティパス持ってればですね、ビジネスクラスラウンジがですね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃ朗報ですね。ANA ラウンジとかね、JAL のラウンジとか、いろんなラウンジありますけども、ここもですね、ビジネスクラスラウンジということで、このね、ご利用の航空会社って書いてあるところはですね、この航空会社の指定ラウンジがこのティアットラウンジになっているっていう風になりますんで、ラウンジ自体はね、食事もあれば、アルコールもありますし、シャワールームとかもね、あるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですね。じゃあちょっとね、前回の動画と同じになってしまいますけども、ラウンジの内部をですね、軽くね、ご覧いただければなと思います。では入ってきました。まだカップラーメンもあるんですね。いいですね。あと常温のこれは何？ルイボスティーですね。あとお味噌汁とかもある。で、こういったね、飲み物あります。いいですね。ビール、チューハイも缶でサービスされてますね。今ビールサーバーが使えないみたいな感じになってるんですね。これはコロナの対応でしょうかね。あとコーヒーマシンとソフトドリンクも、こ
ういった感じで今閉鎖になってますね。で、お、レディーボーデン、レディーボーデンのアイスが食べ放題ですね。素晴らしい。で、あとパン、あとおにぎり、おにぎり、おにぎり、あと唐揚げ。こちらね、オーダーするみたいですね。はい、っていう感じですね。ひとまずビールいただきましょうかね。はい。いや、ラウンジの中はね、予想通りね、数組ぐらいしか使ってないんで、めちゃくちゃいいですね。ANA ラウンジがね、混雑してるっていうことなんで、こちらめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでね、飛行機も見れます。こっちにはね、JAL のトリプルセーブもちょっと飛んでて見づらくて申し訳ないんですけど、止まっておりますね。はい、ということで、ご覧ね、いただけたと思うんですけども、ラウンジ自体もですね、まあまあ広いぐらいですかね。まあでも今後ね、プライオリティパスがね、提携になるとですね、かなりのお客さんがね、こちら利用することが予想されるっていう風になりますんで、まあ今までのね、空いていて穴場スポットって言われてたね、このラウンジは、みたいな感じではね、今後は利用することができなくなるとは思うんですけども、まあ食事もあってね、アルコールもあって、またシャワーブースもね、あるっていう風になりますんで、まあ羽田空港第3ターミナルに関してはですね、本当にね、航空会社のね、上級資格をね、持っていなくても、ビジネスクラスラウンジがね、利用することができてしまうっていう風になりますんで、いやね、非常にいいですね。ぜひね、プライオリティパスね、持たれている方はですね、覚えておいてね、いただければなと思います。それでは次にですね、国内のね、プライオリティパスのね、ラウンジのまとめたのをね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけども、今回こちらですね、羽田空港第3ターミナルに、ティアットラウンジがですね、追加になった感じになります。いやー、いいですね。これでね、羽田空港でも、ラウンジがね、ステータスね、持ってなくてもね、今後利用することができるっていう風になりますんで、プライオリティパスね、持っていればかなりね、重宝いたしますよね。で、またね、今回、ティアットラウンジが追加になって、この前ね、第2ターミナル国際線のパワーラウンジプレミアムありますよね。こちらに関してはですね、残念ながらね、プライオリティパスね、提携していないみたいなので、まだね、あちらは MI カードゴールドでしかね、利用することができなさそうなんですけども、まあね、羽田空港第3ターミナルに関してはですね、ティアットラウンジね、今後は利用することができるっていう風になりますんで、いいですね。で、またですね、結構私のね、動画で紹介させていただいておりますけども、羽田空港の第1ターミナルと第2ターミナルの制限エリア、ISS のね、新しいラウンジがですね、制限エリアにね、できているっていう風になりますんで、今後ね、成田空港第1、第2ターミナルね、利用される方はですね、こちらもね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。7月中はですね、こちらね、ソフト営業だったと思うんですけども、まあ8月に入りまして、こちら通常営業でね、やってると思いますので、こちらもね、食事、アルコール、利用できるっていう風になりますし、またブッフェ形式っていう風になりますんでね、まあ好きなだけね、利用することができるのではないかな、なんていう風に思いますので、ぜひこちらもね、忘れずに利用してみていただければなと思います。ということで今回ですね、速報ということで動画ね、作らせていただいたわけなんですけども、羽田空港第3ターミナルのティアットラウンジがですね、とうとうね、プライオリティパス、提携開始へということで、まあ前回ね、7月の19日ぐらいね、一回この話が出て、結局ね、あれは、フライングでね、記載してしまったみたいですね。まあもちろんね、あの後一回ね、公式サイトからこのプライオリティパスっていう文字は一回消えて、で、もしかしたらね、これ、私はね、フライングだったんじゃないかなってずっと思ってまして、なんていうか、提携されてないカードをね、わざわざ入れるって、その公式サイトを作ってる側から考えてもね、ちょっと考えづらいなと思ってまして、もしね、入れて、間違えて記載してしまったってことは、今後記載する予定があるから間違えて入れたんじゃないかな、なんていうふうにずっと思っておりまして、まあ定期的にね、チェックさせていただいてたわけなんですけども、やっぱりね、8月に入りまして、プライオリティパスね、提携開始っていうふうになりますんで、ぜひね、プライオリティパスね、持っている方は、利用ね、してみていただければなと思います。もしね、持ってない方はですね、私がね、非常にお勧めさせていただける、セゾンアメックスプラチナビジネスカードですね。こちら、今ね、初年度年会費無料でね、利用することができますし、またね、年間ね、何度でも利用することができるね、プライオリティパスのね、会員にも、無料で付帯してるっていう風になりますんで、もしね、プライオリティパスね、保有されてない方は、こちらでね、1年試して、まあ、ご自身に合うかね、チェックしていただくのがね、おすすめっていった形になります。まあ、こちらね、ビジネスカードっていう名前はついてるんですけども、会社員の方でもね、誰でも発行することができるカードっていう風になっておりますんで、こちらね、セゾンさんから教えていただきました。ぜひね、
気になる方は利用ねしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。